間違いない。今俺の目の前にいるのは歴代最強のデッキを持つ遊戯さん。ビビったか。冗談だろ。最強のデッキ、最強のデュエリスト、これで燃えてこなけりゃ俺は偽物のデュエリストだぜ。これが俺にとっての本当の卒業デュエルだ。デュエル、俺のターン、ドロー。マジックカード融合。手札のバーストレディとフェザーマンを融合。現れろ、エレメンタルヒーロー、フレームウィングマン。カードを1枚伏せ、ターンエンド。エレメンタルヒーロー、初めて見るカードだ。ユギさん、これが俺のエレメンタルヒーローデッキさ。エレメンタルヒーロー、そんなデッキを使うデュエリストがいたなんて。僕のターン、ドロー。僕はホーリーエルフを守備表示で召喚。そして速攻魔法ディメンションマジック。フィールドに魔法使い族モンスターがあるとき、モンスター1体を生贄に捧げ、手札から新たな魔法使い族モンスターを特殊召喚する。僕はホーリーエルフを生贄に捧げ、現れろ、ブラックマジシャン。おお、これが本物のブラックマジシャン。鳥肌立ったぜ。ディメンションマジックの効果発動、フィールドのモンスター1体を破壊する。フレームウィングマン。バカ、ブラックマジシャンに見とれてる場合か。分かってるよ。まだ僕の攻撃は残っている。ブラックマジシャン、ダイレクトアタックだ。ブラックマジック、トラップ発動、攻撃の無力化。危ねえ。カードを2枚伏せ、ターンエンド。やるね、十代くん。僕の二段攻撃をしのぎ切った。すごい、見た目の優しさとは裏腹に一気呵成に攻めてくる。攻撃の無力化がなければ大ダメージを受けていた。うちに秘めた闘志、揺るがない自信、やはりこの人は半端じゃなく強い。俺のターン、ドロー。エレメンタルヒーロー、バブルマンを守備表示で召喚。バブルマンの効果発動、召喚に成功し、自分のフィールドに他のカードがないとき、デッキから2枚カードをドローできる。カードを3枚セットし、ターンエンド。行くよ、僕のターン、ドロー。僕は翻弄するエルフの剣士を召喚。そしてマジックカード、サウザンドナイフ。自分のフィールドにブラックマジシャンがいるとき、相手モンスター1体を破壊する。よし、これで10代くんのモンスターはいなくなった。今だ、ブラックマジシャン、10代くんにダイレクトアタック。トラップ発動、ヒーロー剣山。相手が攻撃してきた時、自分の手札からランダムにカードを選び、それがモンスターだった時に召喚する。俺の手札は1枚。現れろ、エレメンタルヒーロー、レオヘ。どうやらそれが君のデッキのエースみたいだね、ユギさん。あなたのデッキの象徴がブラックマジシャンなら、俺のデッキの象徴、それがエレメンタルヒーローネオス。ユギさん、勝負はまだこれからだ。来い、10代くん。